ワールドカップの日本戦の熱狂そのままに、16年前日韓ワールドカップの会場となったここ新潟でも熱戦を繰り広げます。2018明治安田生命 J2 リーグ第17節、アルビレックス新潟対ヴァンフォーレ甲府の一戦をお送りします。では両チームの予想フォーメーション、まずは新潟からです。ディフェンダー4人、ミッドフィルダー4人、フォワード2人、 4-4-2 という布陣です。出場停止の安田に代わりまして19歳コンビ原と渡辺大輝が両サイドバックを務めます。前節ゴールの川田はベンチから出場機会を伺います。では甲府の予想フォーメーションです。ディフェンダー3人、ミッドフィルダーは4人、フォワード3人、 3-4-2-1 という攻撃的な布陣です。フルス対決、小塚和樹は2シャドウの一角を担います。頂点にいるのはリース、その後ろから小塚、堀込が追い越していくという攻撃的な布陣です。長身の選手がショートコーナーできました。ゴール前こぼれて右足のシュート、います決まった。先制点は甲府、立ち上がり2分です。今津の先制点、これがリーグ戦プロ初ゴールということになります。いや初ゴールなんで嬉しいでしょうね、それは。どこを狙ってくるか、ニアサイドの千葉川の頭を越えて、セカンドボール拾いがシュート、追加点は甲府、コーナーキックの流れそのままに決めました。小塚ですよ、小塚、フルス新潟に対して追加点、甲府このビッグスワン5年ぶりのゴール、左足のシュート、小塚。20番の島川が出ました。そしてリースがもう一度前に出る。リース勝負を仕掛ける、中に入れてくる、もう一度リース渡った、シュートモーションに入っていますが間を通した、いや3点目、オフサイドはありませんでした。再び小塚、リースから小塚でした。3点目、嬉しい追加点が生まれました。ちょっと集中が切れちゃいましたかね、前半なんですけどね。まだ巻いてきたニアサイドのボール、ヘディングシュート、4点目、まあ、セットプレーでリンス、コーナーキックから3失点ですよ。そうですね、リンス、これで4ゴール目。渡辺新太もね、右で張ってるということではなくて、どんどんもうインサイドに入ってきてますし、原がその分ね高い位置を取るようになってるので、クロスを上げてくる、ターレス、来た、ターレスをまずは1点返しました。原のクロスからターレス、新潟が後半の立ち上がりまず1点を奪いました。今ご指摘の通り、原が高い位置を取って、そうですね、クロスまで至りました、加藤ワンタッチでもう一度関わる、前を見た渡辺新太、勝負を仕掛ける、右足のシュート、相手のブロック、もう一度渡辺新太のところにボールが転がってシュート、止めるのが今津だというのがいいですよね、やっぱり。そうでしたねファーサイドゴール前、こぼれた、抑えた、戸島右足のシュート、ワンタッチあってコーナーキックです。サイドのプレイヤーでありますが、阿部前を向いた、右足のシュート、甲府は5点目、なんとなんとすごいシュートでしたね、変わって入った道々のシュート、途切れなかった甲府の集中力、ゴールへの貪欲さ、実を結んだ5点目。いや粘りました、ちょっとやっぱでも離れましたよね、これが道々プロ初ゴールということになります。
ここで試合終了のホイッスル。あ、倒れ込んだのは白いユニフォームヴァンフォーレ甲府、走り抜きました。コーチ陣とがっちり握手を交わした甲府の上野監督、リーグ2試合ぶりの勝利、アウェーで強豪新潟を破りました。上野大勢7試合目で早くも5勝目、上位進出へ甲府の快進撃は止まりません。